象予報士としてはこれはもうそんなことない、雷鳴が聞こえたら次の雷では雨女、雨男って本当にいるの？難しい質問ですね。こんにちは、気象予報士の安西梨沙です。普段は一般財団法人日本気象協会で天気 JP という天気予報サイトやアプリ、それから山の天気予報の専門アプリを運用しています。今日は皆さんからいただいた天気にまつわる質問を答えていきたいと思います。はい、じゃあいきますね。地震の予兆が雲に出るって本当？まあよく言いますよね。こう大地震の前にこの雲が出てたみたいなのがあるんですけど、気象予報士としてはこれはもうそんなことないっていうのを言いますね。雲ってどうしてできるのかって、ほぼ全ての雲っていうのがもう科学的に なぜできるかっていうメカニズム解明されてますので、地震雲っていうのはまあないっていうのが気象予報士としての回答になります。はい、じゃあ次の質問です。週末ばっかり天気が悪い気がするのですが気のせいですか？春とか秋の移動性高気圧とあと気圧の谷がこう通過するタイミングってだいたい3から4日程度なんですよ。で1週間って7日間あるじゃないですか。なので晴れが続いた日と雨が続いた日のサイクルっていうのがちょうど1週間に当てはまってしまう週が続くっていうのは全然ありえると思うので、週末ばっかり天気が悪い日っていうのがあると思います。多分週末じゃなくても例えばですけど月曜日ばっかり雨の日とかそういうのもよくあると思うんで、そのサイクルに当てはまっているっていうのかなって思います。じゃあ次の質問いきたいと思います。ゲリラ豪雨はなぜ予測が難しいの？そもそもゲリラ豪雨って専門用語じゃないんですよ。局地的大雨っていうのが気象庁とかで使われる専門的な言葉になります。でまあいわゆるゲリラ豪雨っていうのは世界各国が使っているスーパーコンピューターとか、それから気象衛星とかレーダーとかっていうもうあらゆるもののデータを使って天気を計算して予測しているんですけど、もうそれを上回る速さで、早いものだと1時間ぐらいでうわーって湧いてしまうんですね。だからその予測のスピードが追いつかないっていうので、ゲリラ豪雨は予測がしづらいっていうのがあります。ただ予測難しいんですけど、どこでっていうのがなかなか難しいんですけど、そういうゲリラ豪雨がありそうな日っていうのはある程度分かっていて、例えば天気予報で今日は大気の状態が不安定ですっていう言葉よく聞くと思うんですけど、こういう日はすごくゲリラ豪雨が発生しやすい日になるので、ぜひ注意して雨雲レーダーをこまめに確認したりとか、雨雲の通知をオンする機能とかあると思うんですよ。そういうのをオンに使ったりするといいと思います。あとはまあキャンプしている時とかも予兆として、辺りが暗くなったりとか、あと急に冷たい風がヒューって体感で分かるぐらいの風が吹いたりとかもするので、そういうのがあった場合は安全な建物に避難するなどをした方がいいかなと思います。次の質問です。夕焼けの次の日は晴れるって本当？これは本当です。大気の流れっていうのは日本付近でいうと西から東に流れるんですね。まあ夕焼けが綺麗っていうことになると、その太陽からその自分の場所まで晴れている空っていうのが次の日自分のところに来るので、次の日は晴れっていうのは本当に言われている通りになります。次の質問です。なんで山の天気は変わりやすいの？雲ができる条件として大気、空気がこう上に持ち上がることによって雲が発生して、そこから積乱雲とかができて雨が降っていくんですね。で山ってこう斜面があるじゃないですか。そうするとそこに斜面に向かって風が吹いていくと、こう風が強制的にこう上昇するんですよ。その強制的に上昇することによって雲が発生して、まあ、雷雨とかになったりとかします。なのでこういう強制的に上昇することがある地形っていうのがすごく関係していて、山は天気が変わりやすいと言われています。次の質問です。雷鳴が聞こえたら落雷の射程圏内というのは本当？
そうですね、あの雷鳴が聞こえるっていうのはちょっと気象条件とかにもよるんですけど、だいたい10キロぐらい、稲妻の長さっていうのがあの 10から15キロぐらい、これもあの場合によって違うんですけど、だいたい10から15くらいって言われているので、聞こえ始めたら10キロ圏内にいる、つまりあのもう射程圏内っていうのは本当です。でしかもあの山とか間に丘とか高い山があったりするともっと聞こえづらくなるんですよ。なので聞こえたと思ったらもっと近いっていう場合もあるので、本当に雷鳴が聞こえたら次のあの雷ではもう自分たちに当たるかもしれないっていうのを考えた方がいいかと思います。はい、じゃあ次行きます。雨女、雨男って本当にいるの？行動力がある人ってもうなんかすごいたくさん予定とかスケジュール組むじゃないですか。雨だったとしても全然外に行く、その行きたいっていう欲があって外に行くのかな、だから雨女雨男になりやすいのかなって私は思います。次の質問です。天気予報が当たりにくい季節ってある？あります。春とか秋の移動性高気圧が日本列島を通過する時期っていうのは、この高気圧のスピードとかが変わったりとかするとやっぱり天気って変わりやすいっていうのがありますね。あとは先ほどもお話ししたゲリラ豪雨っていうのもすごく予測が難しいので、夏場の天気特に午後っていうのはもう当たりにくい季節になるかなと思います。ただ天気予報当たりやすい時期っていうのがあって、それは冬なんですけども、あのよく天気予報で冬型の気圧配置とか、あの西高東低の気圧配置ってあのよく言われているんですけど、日本列島があった場合、あの日本列島の西側に高気圧で東側に低気圧がある場合、西高東低の気圧配置になるんですね。豪雪地帯と言われるような、例えばに新潟とか秋田とかっていうのはすごく雪が降りやすい天気になります。一方で太平洋側の、あの関東地方とかっていうのはすごく晴れるんですよね。この晴れはだいたい当たるかなって思います。あんまりあの天気外したっていうのはあんま聞かないですね。次の質問です。日本で晴れが多い場所はどこ？去年の日照時間ランキングっていうのをちょっと社内で調べて、その結果を見るとやっぱり内陸のこの北関東の地域とか山梨とか、あとは長野の内陸の方とかっていうのが結構晴れが日照時間が多かったので、晴れている時間が多いのかなって思います。あとはあの太平洋側の地域ですね、冬場すごい晴れる地域なんですけど、そこも多いので、意外と静岡とかもあの日照時間あ多いんだって、私自身もあのおーって思ったような感じでしたね。逆に日照時間晴れが少ない地域っていうのは、あの日本海側の地域とか、あと北海道とかは全然もう晴れないです。次行きます。よく聞く天気予報にまつわる勘違いってある？そうですね、例えばあの台風の進路予想図によく出てくるあの丸円ってあるじゃないですか。あれ私たち予報円って呼んでるんですけど、あれって台風の大きさだと思っている方が多いのかなって思うんですけど、あれ全然大きさじゃないんですよ。その丸の中に 70% の確率で台風の中心が入りますよっていうものを示しているんですね。あとは、まだ結構よく聞くのは快晴と晴れと曇りの違いで、ちゃんと基準があって、こう空をこう見た時、私全天って言うんですけど、全天を見た時に雲の量が0から1割の時っていうのを快晴って言ってます。で全天を見た時に2から8割雲があれば、それは晴れになります。雲の量が9から10割あると曇りという風になっていて、ちゃんと基準があるんで、気分でこれは快晴だって言ってもなんか、はい、これは晴れだよって言いたいなって思う時は個人的にあります。あとは山の上にいる時とかって、朝霧が出て、あ今日ちょっと天気悪いなって思う日とかあると思うんですけど、
すごい大気の状態がすごく安定していると朝霧が出やすいんですね。なのでその後晴れることがほとんどです。なので朝霧が出て残念だなと思うよりかは晴れるなって思った方がいいよって私は思ってます。じゃあ行きますね。降水確率何パーセントから雨具を持っていくべき。 10% だったら雨具は私は持っていかないです。ただ70から80だった場合は、まあ、朝から雨とかでもう絶対に外にいるってなったらもう全然大きい傘持っていくんですけど、まあ一か八かっていうところあるので、はい、結構天気予報確認しながらちょっと自分を信じて持っていく持っていかないっていうのを決めたらいいかなって思います。ちなみに降水確率って皆さん結構誤解している方がいらっしゃると思うんですけど、例えば 50% 降るってなったらなんか50ミリぐらい降るのかなとか雨の量じゃないんですよ。すごく弱くても100% 雨が降るって思われれば 100% 出れますし、その予報される時間帯に雨が降る確率がどれくらいなのかっていうのが答えになってます。はい、天気予報って結局計算なんですよ。例えば計算結果が100通り出てきたら30回雨が降るっていう計算結果になったら 30% みたいな感じなんですよ。次の質問は、気象庁があるのに他に天気予報サービスがある理由は。なかなか難しい質問ですね。まず気象庁の役割っていうのが国民の安全を守るために気象警報とか注意報とか、それからあと台風の進路予想とかそういうのを出す。もちろん日々の天気予報を出しているんですけども、市区町村ごとの天気予報を細かくは出してないんですよね。民間の気象会社が運用している天気予報サイトとかアプリは市区町村ごとの天気予報もあれば、なんだったらピンポイントでそこの天気予報を予報していたりとかします。あとは生活に密着した天気予報として洗濯指数とか紫外線指数とか、まあ、独自の発表の仕方をしたりとかするっていうのも民間気象会社の特徴だったりしますよね。あとは、まあ、一般の方たちは普段見ないと思うんですけど、高速道路とか鉄道に向けて独自の予報を、まあ、それぞれの会社さんにコンサルというか直接天気予報を提供しているっていう事業もしているのが民間の気象会社になります。なのでやっぱり気象庁と民間気象会社でやっていることっていうのはちょっと違う、同じ気象予報しているんですけども届けるその任務が違うっていうのがあるのかなって思います。じゃあ次の質問です。キャンパーにおすすめの天気予報アプリは、まあ、私がおすすめするのは天気 JP 登山天気っていう私が実際に運用しているアプリでもあるんですけど、山の天気予報を専門としているアプリなんですね。で、多分一般に今出回っているような通常のアプリって市区町村ごとの本当に麓の天気予報しか出てないと思うんですけど、この天気 JP 登山天気はちゃんと山の山頂も出るし、登山口とかあと登山ルートごとの天気が見れるんですよ。なのでキャンプをする人も山に行く方すごく多いと思うので、ぜひ使っていただければと思います。次の質問です。珍しい気象現象ってある？いや、めちゃくちゃたくさんあります。山の上で見られる珍しい気象現象だとブロッケン現象っていうのがあって、これは太陽を背にして霧の方を向くと出るっていうものなんですけど、自分の影を霧に映して、周りに虹が出るっていう現象なんですね。霧があるんだけど自分の背後には太陽があって、そこはしかも晴れてないと見れないっていう、ちゃんと条件が合わさらないと見れない気象現象になるので、多分見れたらラッキーかなって思います。あとは山じゃなくても見れるっていうものだと彩雲とかってよくなんかすごい見れたらラッキーって言うんですけど、薄い雲が太陽にかかって虹のようなものが雲に見えるっていう現象なんですけど、ちょっと薄い雲かかってるなって思ったらよく空を見てみてください。
今回は天気にまつわる質問を回答させていただきました。まあ、せっかくね外でアウトドアを楽しむならさっき言ったような珍しい現象も楽しみながらアウトドアを楽しんでいただけたらと思います。送ってくださった皆さんありがとうございました。さようなら。